僕の出番だね。いい調子よ。やっ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。4人もいるなんて聞いてませんよ。オシローズ、ふざけた名前だが覚えましたからね。とりあえずオシローズとしての初勝利なのですが、この虚しさは何なのでしょう。戦いの後はいつもということですね。虚しさしか残りません。おい、行くぞ。どちらに？あの奴らのお城だ。アレックスというのもそこにいるんだろう。で、このお城に縛られて出られない。パンツを集め、国を取り戻すと。はあ、まあそんなとこです。信じられませんか？信じられないでしょう。こんな股間に、なんだこの変なのくっつけたやつの言うことなんか。それを言われるともっともだと我ながら。しかし姫殿下らが変身し敵を退けたのも事実。それはそうだかな。ボンズ様、先ほどのじれた愛の様子ご覧になったでしょ。話し合いを求めても力ずくでことをなそうとする。本来無関係であるそちらに、しかも庭を戦場にしてしまったこと、こちらは言葉もございません。深くお詫びいたします。いえ姫様、私はそのような、ただ姫様の身を案じてですね。それはどちらにしても同じじゃろう。父上。バディボーンズ様。姫殿下、このような座したままで申し訳ございません。お話はこのマリーより聞き及んでおります。とんでもございません。それよりお体の方は？車椅子であれどそれほど悪くはございません。それにこのバカ息子の脳天気具合におちおち寝てもいられませんわい。バディ様。父上、お言葉ですが、戦いで姫殿下を危機にさらすのはさすがに得策とは思えません。ここは共和国に従ってでも安全を保証できるか。姫殿下の大事なその御身、領主たる我が家の力をもってしても先ほどの者は攻撃を仕掛けてきたのだぞ。それは平穏にことを進めようとするのもよいが、それが成立しうる相手なのかどうかは見定めねばならん。仮にあの場で姫殿下を引き渡したとしても、皇帝陛下を力で排除した連中相手にその御身を守りきるなど申したところで無責任極まりないざれ言よ。はい。姫殿下、どうかこのバカ息子を許してやってほしい。このバカなりにあなたの身を案じてのことだったのは確かなのです。とんでもございませんわ。承知しております。まあお城でお目にかかった時からあなたに一目惚れしておりましてな。いつも話すはあなたのことばかり。一度だけ縁談の申し入れは許しましたが、
それで諦めていなかったとは。いや、全く勇ましいのだかしつこいのだか。父上、余計な話はいいのです。おい、君はアレックスと言ったな。はい。戦うしかないのは分かった。姫様もご自分の意志で戦力になる話もまあ分かった。その代わり、怪我を負わせたら僕が承知しないぞ。とりあえず家も狙われてしまっただろうし、そっちに物資や情報は援助しよう。こうなったら共和国を倒してもらわないといけないからな。本当ですか？ありがとうございます。君のためじゃないぞ、姫様のためだからな。こいつもツンデレだ。それとゴンザレス。はい。実はすでに姫様の助けになれないかと情報収集はしておりまして、一つ耳寄りな情報を入手したのでございます。それはありがとうございます、ボンズ様、ゴンザレスさん。もったいのうございます。さて、その話ですが、ここより南東に行ったところにあるノルーニという村に伝説の勇者がいるそうです。伝説の勇者？なんだかそれっぽいんだお。はい、我が領地には古くからこの世が闇に覆われし時現れ、光をもって闇切り裂き世界を救うという言い伝えがありまして、その者の体のどこかには聖なる紋章があると。その紋章を持った人がノルーニという村にいるんですね。はい。ですが急だったもので、まだ人物の特定までには至っていないのです。申し訳ございません。いいえ、それだけでも十分です。ありがとうございます。この世が闇に覆われし時か、まさに今の状況がそうなんじゃないか。あー、そうかな。とりあえずこの事態って我が国だけだし、この世までとは言えないんじゃないかね。でも、もしもそんな人が仲間になってくれたら心強いですね。言ってみる価値はあるというわけね。はい、では決まりです。ノルーニへ参りましょう。我々も陰ながら応援いたしますぞ。おい、アレックス、いいな、さっきのは約束だからな。はい。いやー、なんだかんだで情報を集めてくれてたとは。ちょっとはいいとこあるじゃん、あのボンボン漁師も。いいえ、彼ももともと悪い人ではありませんわ。今回は解決する方法が違ったというだけで。おや、姫様かばう？かばうの？ねえアレックス、こう言ってるけどいいの？いや、俺に振らないでよ。どうしてアレックスに聞くのかしら。ミコットちゃん、目が怖いよ。本当に行かせてしまってよかったのでしょうか。何事も正解とはありゃせんわい。あとは彼女らが決めることじゃって。
行きましょうか。でした。あんなに一生懸命名乗りを考えたのにいまいち決まりませんでした。それかよ。相手は名乗るのを待ってくれたんですけどね。でもふざけた名前と言われてしまいましたし、やっぱり名乗った後に何か効果がないとダメだと思うのです。ほう、効果ですか？ええ、ドカーンと爆発するか、キラーンと光って音が鳴るとか。いいですね、それ。なんだかギュッと締まりそう。ええ、問題はその効果をどうするのかということなんですが。戦場にあらかじめ仕込んでというのもできませんしね。そこさえ解決できれば。ええ、そこさえ解決できれば。まだやる気でいるのか。いい加減止めた方が。はあ、面白いから放っておこう。姫様、揺れにお気をつけよう。お土産だ、アレックス。おお、ありがとう。なんだろう。喜べ、姫様のブロマイドだ。ブロマイドですか、アイリスの。ああ、どれも公務の時のものだが、雑誌などでは載っていなかったものだ。本来王室広報のチェックを入れるべきだが、まあこのくらいであれば固いことは言いこなしだな。うん、そうですか。ああ、ほらこの角度、これが最も姫様が可愛らしく見える角度だ。このカメラマンはなかなか分かっているな。うん。ああ、かといって他の角度がダメというわけでは決してないぞ。ほらこっち、これなんかどうだ。去年話題になったアイドルの奇跡の一枚にも勝るとも劣らないと思うのだが。アイドル、シャロンもそんなの見るんだ。たしなむというほどではないが、話題になったからな。世間話程度だ。だが確かにあれは可愛かった、認めよう。かといってやはり姫様が一番可愛いだろう。ああ、分かっている。それはもちろんそれぞれ好みがあるからな。しかしやはり私は姫様がナンバーワンだと確信している。リドル風に言えばアイリスマジ天使だ、 AMT だ。ああ、この場合は継承略でいいらしい。しかし名前で呼ぶのは背徳感があるな。うん。だが君たちには慣れっこだろうが、やはり私やリドルはずっと姫様とお呼びしていたものだからな。この背徳感は我ら二人だけの特権とも言えるな。さすがは姫様、ご自身がおられない場所でも私たちに幸福感を与えてくださるのだ。ああ、もう何と言っていいのやら。ああ、で、さ
らに見逃せないのは何と言っても。アレックス、アレックス。おう。ああなったらあと2時間は終わらないよ。隙を見てこっそり逃げるのがいいね。マジですか。マジですよ。よくあのバカの動きに注目して。でな、こうやって目を閉じるだけでも思い浮かぶだろう。ほら今だ。姫様の笑顔、そして脳内に再生される天使のボイス。ああなんと麗しく。いや普段から接しているとはいえ、脳内姫様もたまにはいいだろう。ほら君も想像してみろ。これにはコツがあってな。これは考えるんじゃダメだ、感じるんだ。姫様、アイリスライン・ガレスティア王女殿下をだ。すごいな、全く気づかずにまだ喋ってる。キモい、キモいわ。綺麗な景色ですね。アレックス、町に行ったお土産だ。あ、シャロン、ありがとう。まさか、また。喜ぶがいい。今回はなんと姫様の写真集だ。喜びのあまり声も出ないようだな。あ、うん、写真集出てたんだ。まあ非公式なのだがな、公務の時の写真などを集めたものらしい。実は私もまだ読んではいない。え、いいの？だったらシャロン自分のに。いや、君には普段から世話になっているからな。そのお礼も兼ねてた。遠慮することはない。そうですか。だが、うん、その飽きたらでいいから、そのうち私にも貸してほしい。その一晩くらい。なぜ顔をあからめて言うんだこの騎士様は。安心してほしい。お菓子を食べながら鑑賞するとかそういったことは絶対にしない。よくあるだろう、人に本を貸したらチョコや醤油の汚れ、またはクッキーやポテチのカスなどが挟まっていることが。そのような無礼は絶対にしない。約束する。騎士の誇りにかけてな。そんなもんでかけられる騎士の誇りもかわいそうだな。出た。その今ちょっとだけ見てみないか。ああ構わないよ俺は。うむ。では。おお、これはこの前のブロマイドの中にもあったやつだな。これを表紙に持ってくるとは、この編集部なかなかやり手と見た。まあ可愛いよね、この写真は特に。しかしこの帯、誰も知らない真実の王女がここにとあるが。うん。なぜ誰も知らないということをこの編集部は知っているのだ。え？だってそうだろう、皇帝陛下や皇后陛下、私やリドルも知らないということになる。うん、誰もだからね。まあそりゃただのキャッチコピーだからな。しかしこの編集部やカメラマンはそれを知っているということになる。一体どうやって調べたというんだ。私たちでも知らない姫様の真実をだ。
まあまあそれは読んでいけばわかるんじゃないかな。そうだな。すまん、暑くなった。これは全国ぬか漬けコンテストの来賓の時か。汗を拭う姫様。この時は私も言ったが、猛暑だったからな。ぬか漬けコンテスト。シャロンは護衛で。ああ、リドルもな。しかし、このシーンは私は見てないな。まさに帯の通り、私の知らない姫様がここに。やるな、編集部。そりゃ全ての瞬間は見てないだろうからね。よかったじゃん。そうだな。しかし、このタオルはこの後どうしたのか。え？いや、なんでもない。アリックスとシャロン、珍しい組み合わせなんだお。何してるんだお。ああ、アイリスの写真集を見てたんだ。そんなものがあるのかお。俺も見たいお。言っておくが、健全だぞ。水着は、水着はないのかお。おそらくな、残念ながら。な、違う。うん、公務にそんなのはないし、そんな盗撮まがいのカメラマンがいたら、この私がその場で切り捨てているだろうしな。いよいよシャロンがわからなくなってきた。ぬほー、パンツが見えないギリギリのところまで風でまくれたロングスカート。見えそうで見えない絶妙なベストショットなんだお。ロングがここまでまくれてるのはすごいんだお。ナムツは極寒者なんだお。親父くせー。それにしても、こうやってこそこそ写真集をみんなで見る。なんだか男子校の雰囲気なんだぜ。お前学校行ってたの？あ、シャロン？許さん。許さん、絶対に許さん、この私が許さん。お、俺たちは何もしてないんだお。うん、落ち着けシャロン。許さんのはこの編集部だ。なんだこのハレンチな写真は。シャロンはこの場面見てないのか。これは2年前の全国おしんこショーのだろう。この時私はステージ下で観客席を監視していたからな。ほらここ。あ、これシャロンか。後ろ半身というか後頭部が映ってるな。待てよ、このアングル、あの時上手側にいたあのカメラマンか。覚えてるのかよ。よし、ちょっと一切りしてくる。編集部は程度か。じゃあ先に行ってるから。ちょ待って、そんな簡単に行けたら苦労しないっての。待って。どこへ向かうの。究極の下着ってのはね、簡単じゃないんだ。
その季節ごとに気温や湿度が違うからね。単純にこの一枚っていうものじゃないんだ。リビドをエナジーに。お見せしますね。ランジェリー、それはオブラとオパンツが織りなす大宇宙。その大宇宙に俺は今立っている。たまれ、そして高まれ。今更か。この下着かなりやんちゃをしてきたな。過去に何度か浸っている。え、何に買って。おいおい、それを聞くのは野暮ってもんだぜ。なんだリミドーが。着てみました。任せい。受けたまりましたわ。どなたになさいますか。